顔もにこの画面は何。この画面はね、昨日のあの一月満冊のね動画です。でこれにちょっとショック受けた人いません？この上のこれね、本間さんとあの今井さんの回のこのタイトルがさ、蓮舫は敗北するとかあって、でこれだけ見るとさ、一月満冊どうしちゃったのというね心配になった向きもあるかもしれませんが、でもこの内容ねすごい面白かった。あの特にね今井さんが、非常に興味深い情報を提供してくださってましたね。だからこのタイトルにしなくちゃよかったのにね。で今日はね今井さんが何を言ってたかはね、ちょっとまとめたり、してみたいと思います。でこの中でね、都知事選の中で、今井さんが言ってたことは、ね、石丸票ね、石丸君に入れる人は、あの維新自民が入れるね、だから百合子票を食うのではという一部の見解もありますが、そうでもないらしい。うん、あの蓮舫票を食うのではということを今井さんは言ってましたね。うん、っていうのは、あのね、石丸君に入れるのはね、あの令和とかね、国民民主の何割かも入れる人がいるんだって。まあ自主投票だよね。でさ、それを裏付けるかのように、このあの玉木雄一郎が、これが、この人はなんか日和見主義だよねこの人さ、強いものについてくってタイプだよね。まあ勝ち馬に乗るってタイプね。でこの中でこの記事はね、まあ、一回ちょっとこれを置いといて、の人のね、今井さんのお話ね。でね、その令和が石丸に入れるって、これちょっと分かりにくいっていうかさ、あの、山本太郎さんは完全に、石丸否定だね。うん、あの、一生混じり合うことはないって言ってたね。ね。で、維新と一緒になったら、輝くのではないですかとか、この動画の中でも、あの山本太郎さんの、あの石丸君に対する態度は、あの明確にしてましたね。でもしかしたら、その山本太郎さんの意向を見て、今石丸君に入れようと思ってた、あの令和票は減るのかもと今井さんは言っていましたが、じゃあ都内の令和票がね、どのくらいあるかでね、全国で60万くらいって言ったか。うん、だから都内にいる令和支持者が全員石丸君に入れたりすると、そこでね10万以上にはなっちゃうんだよね。うん、これ結構な票でしょう。10万単位で入ってくるっていうのね。で国民民主も3割くらい、何割かは石丸に入れるって言ってるんだって。でそうするとさ、結構取っちゃうよね石丸君ね。うん、で今井さんはこの状況ね、うん、この構図を分析するに、これどう考えても石丸くんは百合子の対抗馬の票を食うために用意された候補者ではないかと言ってましたね、はっきりね。うん、さすがですね今井さんね。うん、でだから石丸くんが出てこなければ、反百合子票とか無党派のね人たちは蓮舫さんに入れる可能性が高かったわけで、で今あの百合子票も落ちてきていますね。うん、じゃあ百合子票がさ、今240とするね。でそれに対して、あの蓮舫石丸票を足すと百合子票は超えてるんだって。うん、だからこれ蓮舫さん一人に絞ったら勝てたかもっていうか、もういいね、勝てる可能性がより高かったのに、この石丸くんを出してきた人たち、おじさんたちは何を考えて石丸くんを準備したのかといったら、これ百合子に続けてもらいたいってことですよね。うん、その意図がはっきりしてますね。今回石丸くんはとにかく蓮舫票を送ってくれとね、で60万票も取ったらその後はいい悪いようにはしないからという、そういう話で出てきたんじゃないの。うん、でね、今井さんが言ってたね、もっと面白い話がありましたね。あのね、石丸くんの事務所開きに来た人の話をしていました。
で、あの選対本部長のさ、石丸くんの選対本部長の、まあ、藤川慎之助さんはもうあれですよね、あの選対部長ってことで、まあ、公表してるでしょ。あとドトールのあの鳥羽さんね、もう応援してる。でドトールの鳥羽さんが石丸くんの YouTube 動画を見て、こんないい男がいるからぜひ選挙応援を頼んだ、藤川さんに頼んだという、まあ、そういう話になってますね。うん、こういう美談好きなんだよね。なんかさ、あのお涙ちょうだいとかシンデレラ物語とか、あの名もない青年があの有名人に応援されてスターダムをのし上がるっていうさ、そういう話は見てて面白いじゃない。うん、だから彼らが作る話はどこからどこまで本当かわからないけれどもね。でそのドトールの鳥羽さんは表に出てきてるよね、石丸支持者としてね。であとはさ、ドトールの社外取締役にあの人、安倍晋三万世の岩田明子さんが就任したとね。うん、でドトールの鳥羽さんは、生前じゃない、安倍君の生前、安倍君ととても仲良かったよね。ゴルフやったりとかね。うん、で安倍新派 ですよね。で安倍新派の鳥羽君の会社の取締役には安倍万世の岩田明子さんでですよ。で小田善光さんもね、あの石丸選挙陣営にいるでしょ。いつも最近はいないのか、あの石丸君の隣にいたさ、おとなしそうなおじさんね、あの小田善光さんはもう安倍夫妻と定期的に食事をするとかどっかで書いてあった。うん、だから安倍色の強い人たちがなぜか石丸くんの周りにねなぜこんなにいっぱいいるのでしょうね。でもう一人今井さんが言及してた人物はね、田村重信という人、はい、この人が石丸くん支持者の中にいる。うん、ただ選対本部には入ってるかどうかは分からないと言ってましたが、その田村重信さんという人が石丸新派っていうか支持者であることは、この田村さんの X を見ると分かるんだって。もう毎日のように石丸すごい石丸すごいっていうX を繰り返しているのが田村重信さん で田村さんはね、石丸くんの選挙事務所の時には来てたって言ってた。うん、その写真は見たって言ってたから、もしかしたら藤川さんとか小田善光さんみたいにあまり表に出たくないのかもしれませんね、田村重信さんはね。うん、でも陰でサポートっていうか思いっきり支持していることは、ね、石丸君を支持していることは、田村さんのポストを見るともう一目瞭然だと。でその田村さんってどういう人なので、この人はですよ、今井さんも説明してたけれどね、このウィキペディアのある部分を見るとね、ああそういうことねちょっと丸分かりですね。で田村さんはね、どんなお顔かっていうとね、こういう感じの、なんかこわもてっていうかさ、なんかこう自民党のおじさんっぽい顔っていうかさ。でじゃあ田村さんはその自民党の中でもどういう存在ですかと言ってね、今井さんも説明してましたが、この辺を見るとよくわかるのではないでしょうか。はい、世界日報が制作するインターネット番組は、田村さんがキャスターを務めているそうです。はい、世界日報が制作するインターネット番組パトリオット TV は田村重信さんがキャスターを務めています。これってさ、飯山あかりさんが、世界日報に載っていたのよりももっと深くない？うん、で世界日報といえば坪の広報誌でしょ。だから共産党の赤旗みたいのが統一教会の世界日報なわけで、だから世界日報もインターネット番組持ってたんだね。うん、でそこでのキャスターを務めるのが田村重信さんってことは、統一との関係が随分深そうな人ですねってね。うん、で今井さんもそのこと言ってた田村さんと、
世界日報の関係行ってましたね、ここでね。で、随分香ばしい人っていうかね、あの今井さんは今のメンツね、藤川さんとか織田善光さんとか田村重信さんは自民の中の右派の右派って言ってたかな、うん、自民の中でもあのさらに右、まあ、私右左って言葉大嫌いなんだけどさ一応ね今井さんもそう言ってたからそう説明します。じゃあ私の中ではね、自民党の中の右の右ってどういう人たちかなって考えると、やっぱりね、最初に私が考えていた人たちに戻ります。はい、つまり清和会じゃないのって、うん、だから自民党の中で世界日報、つまり統一教会と近くて、右の右と言って右の右であって、で安倍晋三君にとてもシンパシーを感じているおじさんたちはやっぱ清和会、うん、清和会ね、あのおじさんたちが清和会にいたというわけではなく、だから清和会をどう定義するかにもよるのですが、自民党の中のある特殊な思想を持った人たちの集まりっていうかね、そこに集まっている人よりも経営してる人って感じかな。うん、清和会を経営してきたグループみたいな、そういう組織みたいのがありますね。うん、日本会議とか神社本庁とか、だから壺ね、うん、その勢力に、だから清和会の運営者がバックにいて、都知事選で強烈に押されているのが石丸伸二なんだなということが、昨日の今井さんの説明を見てね、うん、ね、全体像がね、また分かってきました。一段階理解が深まってきました。この構図ね、都知事選の構図で、あの聴導院大学さんがさ、あのね、ゆり子が出馬表明したちょうどね、同じタイミングで、あいつはカイロ大学出てないんだ、ね、それ前から言ってることだけど、そのことを、都庁で記者会見しましたよね、 大学さんね。でそれをなんかマスコミは取り上げないからけしからんとかいう声もありましたが、私はそれはあえてね、報道しないっていうか、なんだろうな、でね、私はそれが気になってました。なんで聴導院さんがこのタイミングで、ゆり子は帰らないでじゃないんだろうという内容で、つまりゆり子の足を引っ張る形の発言をしたのかは、ね、なんか すごい奥深い意味があるような気がしていました。で、昨日ね、視聴者の方に教えていただいたチャンネルね、なんて言ったっけな、それを見に行ったらね、聴導員さんも石丸応援団に入りましたという動画があって、あ、やっぱね、あ、やっぱそういうことだったのねとつながりました。はい、だから聴導員さんとかね、あとは石丸応援団の意図は、あのまあ今回の都知事選ではね、まあ、石丸くんが当選してくれればどうなんだろう、それが第一義的な目的なのかどうか、うん、でも多分ゆり子を今回も当選させると都合がいいんじゃないの、うん、その清和会のおじさんたちにとってもね、うん、あの財界 にとっても壺にとってもせんべいにとっても都合がいいので、ゆり子をあの3期目行かせたいとね、うん、で蓮舫さんという強烈な対抗馬が出てきちゃったので、っていうかそういう人が出てくるであろう可能性を、もう少し前から想定して蓮舫の票を食う人物を温存していた、育てていた、でそれが石丸くんでしょうということを言ってたのがほぼほぼ今井さんはね、今井さんはほぼほぼそういうこと言ってたと思うんだよね、うん、でとにかく蓮舫の票を、石丸くんに食ってもらいたい、でね、で百合子の票を下げたいっていう意図も感じられるんだよね。だから百合子は今回あのギリギリで当選するようなそういうシナリオがあるのかな、うん、だから聴導員さんの意図は
よくわからない。ちょうど委員さん、もしかしたらもう今回はもう石丸当選で行くんだってことにつもりになってるかもしれない。一人でなのかね、まあ、そのグループ全体で、じゃあ清和会おじさんグループがいるとして、今その中に聴導員さんも入っています。で、まあ、そのメンバーの中でもう意見は食い違ってるかもしれないよね、うん、で聴導員さんはもういるかいい、まあ、あいつは落としてもう石丸で行くぞってことになってるのかもしれないし、周りのおじさんは、うん、今回はちょっとそれはあの無理筋なので、まあ、蓮舫票を食って百合子を当選させるところまで持っていくのが石丸君の役割だよと考えているかもしれず、まあ、それだと自然な成り行きになるよね、うん、今の情勢調査の結果から見ても百合子がトップなわけだから、百合子君当選です。で票が、2位以下で分散してしまいました、予想通りでしたねという、こういうことを目論んでいるのかなっていうね。だから壺の影がちらつきますね、石丸君には ね、 ね、支持者の方どう考えていらっしゃるのでしょうかね、その辺をね。で、今何分やってるかな、うん、今日はね、まあ、このくらいでやめてもいいのですが、この玉木君はね、玉木君の記事見てるとね、この人はさ、あれ、あの堀江門と対談したとかいうね、うん、記事で、でここでほらざっと予測してるね、うん、予測してる、小池270、蓮舫170、石丸100ぐらい、うん、だからこの辺の数字で落ち着こうっていう計画なんじゃないかなって気がするんだよね、うん、でも小池はこんな270も取れるかどうかと思いますが、あ、衝撃的な数字ですねとかね、驚きを隠せないという演技をしていますが、だから国民民主も石丸君に入れるつもりらしいね、何割かね、まあ、自主投票ではあれね。なんかこの人さ、こうじいさん臭い顔になってきましたね玉木君もね、あ、またこういうこと言うと怒られちゃう。で、とね、これね、新潮の、デイリー新潮の、この記事ね、石丸くんが、あの、ドトールのね、鳥羽さんはとにかく石丸くんに惚れていて、もう献金なんぼでもしたるわ、みたいな、勢いなのですが、あの、150万円までっていう縛りがあるので、ね、献金はできない。その代わりですよ。その代わりなのか何なのか、あ、石丸くん物入りでしょということで5000万円貸し付けた、うん、で石丸くんはだから貸し付けだから、これ借金でしょ。で貸し付け額が今トータルで9000万くらいになっているという話も聞き、もう逃れられないですね、うん、完全な紐付きになってしまいましたね。でこの記事ね、最後面白いことが書いてあった、じゃあそこだけ見ててね。でだからおじさんたちがあとね、このあと都知事選のあと何を目論んでいるのかを予測させることがね、この記事の回ね、最後に書いてあった、これね、強力な支援者の推し活もあるでしょ。で石丸氏が都知事選の先に見据えるのは国政化、はい、だからおじさんは今回は都知事選に石丸くんの顔見せをして、あ、100万票も取った、あ、有望な政治家ですねってことにして、これ国政でに出してきてうまく使おうとしてるね。なんだろう、木原政治みたいに使うのか、だって便利じゃん、ひも付きの政治家が一人いてさ、いたらね、はい、そういうわけで清和会かなって気がすんだよね、私はこの石丸くんのバックにいるのはね、うん、壺清和会、まあ、清和会ってほら壺と一体化してるみたいなところがあるから、だから田村重信さんが支持者にいるっていうのはすごく自然なわけですよね、うん、清和会バックであるとね、はい、そういうわけで、このね、今日はね、このタイトルにはびっくりした一月万冊のね、蓮舫敗北するのタイトルの動画の中での今井さんの発言等々をね、見て、はい、石丸くんの、理解を深めていただけたら嬉しいです。はい、またやります。ではまた、バイバーイ。
先週を信じちゃいけないよ。自分の頭で考えろ。いつでもあいつら監視して、最近泥棒させん。